そう、あの聖書って綺麗にする作業だと思ってる人いると思うんだけど、別に綺麗にする作業じゃないから洗顔が目立ちすぎちゃうじゃんって思うと思うんだけど、だからする必要があったんですね。どうすればラフの雰囲気を聖書にうまく落とし込めるのか悩んでいます。ご教授いただけましたら幸いです。これ結構いろんな人がある部分だと思うんだよね。これがあのなんで起こるのかを説明してしまうと、これが起こる理由ね、線の太さやタッチが変わっていることが多い。これがね、あの結構クセモノで、みんなその聖書っていうと整えて書くっていうことだと多分思ってる人いると思うんだよ。なんだけど、あの僕の配信をしょっちゅう見てるよっていう人だったらわかるかもしれないんだけど、線画って一番濃い影なんだよとか、まあね、輪郭をデフォルメしたものだよみたいな、そういう表現をすることがあると思うんだけど、実はこの話そこに繋がってて、ラフの時ってそうタッチが荒かったりとか、まあいい意味でね、肩の力が抜けて雑な線になってるんだけど、その雑味っていうのがいい影響を与えていることがあります。ね、ラフの時雑だが太さや、まあ、タッチっていうのにランダムさや、そのいい意味で柔らかさ、あとね迷い線って言ってさ、よくさね悩んで描いてみたいな感じでこういう線がねダブったりしてることあると思うんだけど、あの絵がめちゃくちゃ上手い人でも聖書というかね、まあそう作品とかドアップで見てみると、結構その迷い線を残したまんまで描いてることもあります。それはなんでかっていうと、その迷い線が要はね塗りとか、まあそういうタッチとしていい塩梅で残っているのであれば、別にわざわざ消す必要ないよねっていう雑味の部分、これを抜きすぎてしまうとなんか訴えかけるものない、なんかこう旨味も一緒に抜けちゃってる、そんな絵になりやすいです。で、線の幅は表現の幅だと思ってください。もちろんね、めちゃくちゃぶっとくかけっていう話じゃないよ、めちゃくちゃぶっとくかけっていう話じゃないんだけど、清書をするのであればある程度線が太く描いてください。太く描く時のコツとしては、今さ結構この線がさ細すぎてさね、ジグザグしちゃってるのわかるかな。これもちろんこういう細い線が絶対的にダメだってわけじゃないんだけど、なんかそのラフの時と比べてどうしても旨味が抜けちゃってるんですよねみたいな絵になっちゃってるよっていう人は、思い切って今の一番細いところでこの倍ぐらいの太さあっても全然いい。聖書、これでね自分の必要なところを残せる人はいいんだけど、雑味だけでなく旨味も抜けちゃってると、一緒に削りがち。そう、あの聖書って綺麗にする作業だと思ってる人いると思うんだけど、別に綺麗にする作業じゃないから、まあ確かにラフで書いてる時に雑でね、なんかこう汚れっていうか、まあいらないところもいっぱい入っちゃってることがあるから、いらないものは抜き取りましょうねっていう作業ではあるんだけど、ただ聖書イコール超絶綺麗に一寸の狂いもなく書かなければいけないっていうことでは全然ないし、逆にそれをやろうとすると残しておいた方がいいよねっていうところも削れちゃったりするので、これをね解決するためにはどうしたらいいんですかっていう解決法、線画を太く描いてください。まあ太くっていうのもそうだし、あと多少雑に描いてください。まあ雑味を、これがね意図的にできりゃ苦労しねえよってみんな思うと思う、やってみるとね。なんだけどこれが必要なんだよね。ラフと比べて線が超細い人っていると思うんだよね。で、なんでそんなことわかるんだおめえはよって思うかもしれないじゃん、知れないんですけど、まあ僕やってきたことなんだよねこれ僕もラフの方がうめえなって思ってた時期がずっとあって、まあそれこそ書き始めの最初の 2,3 年ぐらいだよね。なんでうまくなんないんだろうなっていうか、ね、聖書したら絶対うまく見えるはずな、なんでダメなんだろうみたいなので、すごい悩んだんだよ。すごい悩んだ結果、どこを一番最初に変えたら良くなったかっていうと、やっぱ線が太くしたんだよね。今の線画の、僕の線画の太さ、まあ、こういう太さなんだよ。まあちょっとこれだけだとさ、え？って思うかもしれないけど、じゃあこれに対して昔ね僕が線画描いてた時の太さってどんぐらいですかって言われると、こんなんなの、こんなん、わかる、この違い、これさもうさ明らかに線の太さ違うんだから見え方変わるの当たり前じゃん。それはこの絵でも言えることで、どうでしょう、僕がこの今ね描いたこれ8ポイントで、ちょっと今回のキャンバスサイズでは8ポイントのペンの太さで描いた線で、でこっちが4ポイント要は約半分なんだよね、で描いたんだけど、どう、この細い方の線が ようやく太い方の線ぐらいの太さしかなくない？細い方は、まあ、もうちょっと細いよね。3ポイントぐらいで多分書いてるんだと思うんだけど、これだとやっぱり細いよね。もちろん世の中には全然こういう細い線画で絵を描いてる人いますが、これめちゃくちゃコントロール難しいです。色塗りとかで、色塗りを結構がっつり塗り込むよっていうタイプの人だったら、全然この細い線画でも良かったりするんだけど、色塗りとかでも、なんかまあ割とあっさりめに塗りますよとか、そこまで塗り込みとかでね、めっちゃこうこってり塗るわけじゃないですみたいな
人だと余計にね、あの線の細さで絵自体が薄くなりやすいので、ぜひね線が太くしてみてください。ちょっと手入れながらお話の続きしていこうと思うんだけど、線がね太いと、じゃあね線が目立ちすぎちゃうじゃんって思うと思うんだけど、だから色トレスをする必要があったんですね。まあそういうちゃんと全部には理由があるんですね。でラフの時点でもう線がある程度太い人は太い線の方が合います、自分の絵に。清書っていうのでね、やっぱりどうしても細くするんだろうなっていうイメージあると思うんだけど、別にそうではない。で多分塗り絵っぽくね、塗り絵っぽいああいうなんかこう単調な線になりたくないしたくないっていうのが結構あって、みんなね、なるべく丁寧に綺麗に細く美しくみたいな感じで描こうとするんだと思うんだけど、だったら逆なんだよね。塗り絵っぽくしたくないのであれば、ある程度しっかり太さとかを出してあげるっていう方が、線画としてはしっかり見せて、まあ線画というかね、塗り絵っぽさっていうのをなくしてあげやすいかな。まあちょっとね、いろいろ手を入れたんですけど、ちょっとまあ線画入れただけなんだけど、どう？なんか雰囲気変わったでしょ？あ、ちょっとね、顔のバランスとかの調整はしたんだけど、ね、手とかもちょっと厚みが出たように見えると思うんだよね。しっかりね、線の太さ、太くしたことで。で、細いところもあれば、ちょっと太めのところとか。ね、まあ別にちぎれてるところがあってもいいよね。色が全然違うところがあってもいいよね。すごい明るい赤系のところがあれば、ちょっと暗い紫系のところもあったりとか。でも別に引きで見たときにどうですか？変じゃないでしょ？っていうように、線画をうまく使ってあげられると、だいぶ皆さんの絵も、なんかラフの時と違うみたいな現象からは解放されるんじゃないかなと思います。